水ぼくを始めて半年ほどになりますが、お腹周りが4センチほど、細くなりました。いろんなレッスンがあって楽しいです。水ぼくは私のパワースポットです。やってみよう、リズミックボクシング。それではリズミックボクシングを体験してみよう。5、6、7、5。まずは左の膝蹴りを8回、足ヒップに効かせていきましょう。次はストレートパンチ、思いっきり打って二の腕のシェイプアップ。次はフックパンチ、お腹を引っ込めましょう。最後に右の膝蹴り、これでワンセット。次は最初から4回ずつやってみましょう。レッツゴー。左膝蹴り、ストレートパンチ、フックパンチ、右の膝蹴り、ラストワンセット、レッツゴー。さあ思いっきりキック&パンチをして全身シェイプアップしていきます。あと少し、最後まで笑顔で頑張りましょう。お疲れ様でした。33年の歴史と実績を持つリズミックボクシング、そのリズボクの創始者内野隆が開発した新レッスン、ブルース・リーの格闘技をベースにしたロサンゼルス発、英語を使った本格的キッズ格闘技スクール TST リトルドラゴンが7月よりスタート。 TST リトルドラゴンのクラスでは心も体も強くなる、集中力が上がる、そんな TST リトルドラゴンの1期生の方たちにスペシャルキャンペーンを実施します。4月までにご入会されたキッズ限定、8月4日日曜日開催のリズミックボクシングライブ2024、最高の音響と照明、たくさんの有名アーティストが立ってきた ZEP ナンバー大阪のステージに立とう。レッスン1回無料体験開催期間は7月2日火曜日から7月9日火曜日までの1週間。当日はリズミックボクシング金沢店よりリムジンバスが出ます。レッツゴー。この番組を見たあなたに、健康で元気になるリズボクのレッスンをマックスバリュー駅西本町店隣接のリズミックボクシング金沢店スタジオにて、なんと無料でご体験いただけます。リズボク金沢で検索。